はい、こんにちは、カイチです。今回からですね、ようやくゼルダの伝説ティアーズオブキングダム始めることができるかなというところですね。発売が5月だったかな、2023年の5月なんですけど、今が11月まで来てまして、なんと半年も寝かしていたっていう状況ですね。ブレスオブザワイルドを達成率 100% にしたり、レビュー動画作ったりで、ファイアーエムレムエンゲージ、こちらが今年の1月に発売だったかな。でこちら1週ハードでやって、で2週目ルナティックでやってみたいな。でその後聖剣伝説の1、ゲームボーイ1のやつを遊んでみたいなことをやって、ようやくこちらですね。めちゃくちゃ楽しみしてたのに、なんでそんなに遠回りしたんだっていう話ではありますが、もうね、何のネタバレ情報も耳にしてない状態でスタートすることができるんで、すごく楽しみにしてます。遊んでいきましょう。はい、鼓動が聞こえるよ。ブレワイもこんなようなスタートだった気がする。いいね、ちょっとね、めっちゃくちゃ楽しみにしてたんで、本当にね、いいですよ、こんな感じで。ちょっと煽ってくれるのは。これあれだよね、その、トレーラーにあったシーンだよね。いいね。綺麗だね。ちょっとカットになってる。正気が濃くなってきましたね。ゼルダはなんで髪切ったんだろう。活動しやすくしようとしたのかな。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。どこを探索してるんだ。行きましょう。ゼルダ知ってますよ、そりゃ。そりゃ知ってますよ。あ、いきなり、ちょっと待って、ハートマックスだけど。これブレワイでもさ、マックスいかんかったことない？最後2つ欠けてたよね。なんか新作遊んでますっていう感じがすげえいいんですけど。じゃあ君置いてかないよ。一緒に行こうよ。この正気に触れ、体調を崩す者も多いと報告を受けています。ああ、なるほど。長さん来てんのか。あなたや私は、この程度なら大丈夫なようですが。なんか伏線かな、この二人は大丈夫っていうのは。なぜハイラル城の地下からこんなものが。この先の調査は危険が伴うかもしれません。エアピン可愛いな。でもあなたがいてくれれば安心です。リンクの、早く原因を突き止めましょう。オッケー。リンクのイヤリングと同じ色じゃない。オソロじゃないの、この二人。ちょっと縦ないんだ。縦サーフィンしようかなと思ったけど、先行っちゃっていいですか、子供みたいに。あ、何の音。マスターソードが、立っております。魔を滅する剣が反応しています。言い方よ。やはりこの奥に何かがあるのは間違いありませんね。アイラルを襲った厄災封印後、城もずっと放置されていました。この地下にまさかこんな場所があるなんて。リンク、気をつけて先に進みましょう。はい、リンク、そこにあるものは。これは古代文明の遺構。こっちは文字。これはゾナウ文明。なんか詳しいね。やっぱりなんか本棚に囲まれて生きていただけはあるよね。この辺り一帯は
この彫刻も。やはりここにあるものは私の持つゾナウについての認識に合致するものばかりです。なんかさっと出して取るあたりとか、女子って感じ。ゾナウは遥か昔、神話の時代にあったとされる文明。神のごとき力を持ち、天空で栄えたと言われますが、天空で栄えた。多くの歴史書で語られながらも、その全容はあまり分かっていない謎の多い文明なのです。イントロダクションですね、この時間は。それはもしかしたら古代の石像でしょうか。何、ハイラル城が昔天空にあったっていう設定。この石像はゾナウ族をかたどったものでしょうか。大きな耳、私たちとは少し違った姿だったのですね。ああ、人間ってこと。それにしても天空の文明の遺構はなぜ城の地下に。さらに奥があるようです。行きましょう、リンク。でサーフィンしたい。パラセールないんだ。あ、敵です。排除します。大丈夫でしたかリンク。任せてください。心配してくれてんの。ガノンを倒した男を心配してくれてるんだ。あ、色ついてる。赤色があるよ。くっきり残ってんね。王家に伝わる古文書には、今から遥か昔の神話の時代に、人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが。人と魔王、1万年前のやつかな。ひょっとしたら、これはその伝承が描かれているのかも。おお、石像と同じ形のやつ。たどられていたソナウ族と、これは私たちハイリア人のようですね。大きさが全然違うね。まるで天から降りてきたように見えます。私の祖先、ハイラル王家の祖は、天より降臨せし、神の一族と結ばれ、生まれたと言われています。そうなんや。この壁画を信じるなら、天より降臨せし一族とは、ソナウ族。その一族と、大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国が、ハイラル王国。これはちょっと想像が飛躍しすぎじゃないですか。しかしそこに邪悪なる者が現れ、王国の大いなる力を奪う。すべて古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい。やはりこれは古文書に記されていた大戦争、封印戦争の全容が描かれた壁画。大発見ってことか。これは大発見です。テンションマックス。学者だね、もう。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。こういうものを記録するのにとても役立ちます。そうね。ムービーはないのかな。リンク、あそこが隠れているよ。見られませんね。なんとかしてよリンクっていう。思いっきり壊れそうやしな。ここは一体何なのか。答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょうリンク。よかったね、なんかそんなテンションの上がるような大発見があって。一応ちょっとこっちも気になるけど、まあ何もないでしょきっと。はい。あのゲージ
頑張りゲージもマックスなんですけど、引き継いでんのかな、データ。さすがにこれではスタートしないよね、きっと。この後。狂気すごいな。だいぶ深い。お、これはトレーラーに出てきたやつやな。行きましょう、リンク。了解。生々しい。ミイラってあの状態で結構いけるんかな。いやー、なんか光ってる。最近までなんか起動してた感じがするね。なになに、マガ玉。うそ、タイミングすごいいいね。ホラーだよ、ホラー。でも事件だね、これ。おお、さすが。やっぱりそうですか。甘くないですよね、甘くないですよね。そんなマスターソードもやっぱ封印されちゃいますか。おお、かけた。それが大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。ゼルダ、大魔の剣を持つ者、リンク。バレてる。ラウの言う希望。新キャラクターじゃん。この程度か。あれ、ラウルって。私たちの名を。な、音楽はガノンだよね。ゴー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 つって。持ち上がってる。このまま飛んでいくんかな。すげえな、もういきなりクライマックスじゃん。右手が、あ、噛んだところで救出できるかどうかっていうところだよね。いや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 、これはまずいよ。あ、でもなんか消えた。何何何、線だね、これ。いいね。右手やられちゃった感じとか、なんかこう明日かって感じがするよね、もののけ姫の。そして村を追い出されるわけか。さあ、いきなりちょっとクライマックスすぎて。このなんかエネルギーみたいなもの何なんだろう。緑色の、これがその、なんだろう、さっき空間から助け出されたなんか腕となんか融合したってこと。古代兵装な感じだね。髪が、
髪の長さが違う。髪の長さが違うか髪型が違うか。気が疲れたようですね、リンク殿。紳士的な声だね。どなたですか？ていうかもう装備もないじゃん。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。はい、名のなら瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。そうなんや、手なくなったんや。これはもう拾えってことね。もう武器としての機能は失われてしまっているような感じだね。朽ちたマスターソード、悲しい。聖なる力が宿る大魔の剣、今はハイラル城の地下で受けた正気で刀身が朽ちてしまっている。鍛冶屋さんを見つけて打ち直すのか。どうすんだろう。武器で攻撃、了解。ちなみにコントローラーはティアキンの限定モデルを買って用意してあるんで気合十分なんだけど。バラセールないよねきっと。かっこよ、何これ。手のマークがあるね。この右手をずっと使っていくんだ。ワープポイントか。歯車。なんか扉とかさっきなんかドクンってした時とか結構コントローラーが細かく動いてくれるんで結構いい感じ。感触が。ガンガン進んでいこうか。あ、頑張りゲージが。まあそりゃそうだよね。椅子がないよね。飛び込む。お、ブレワイと一緒だね、この辺は。海星の祠ってことかな。若干違うか。なんか丁寧に飛び込むコマンドが出るっていうのは、なんか、何なんだろう、これ。苦戦かなんかかな。水の上なら、高所からの落下でもダメージ受けない。チュートリアル的な、役割だねきっと。敵の音がする。さあ宝箱、かっこいいね。なんかエフェクト、ルビタ下履き、簡素で古風な履物、年月を感じる痛みはあるがまだ十分履ける。サンダルの紐を結ぶのが少し大変。 OK 確かに古風。あれこれさ、右スティックでさ回転しなかったっけ。あ、押し込めばいいのか。なるほどね。勝手にスティック倒しても回転しないね。なんか苦情があったのかな。あ、B ボタンでもダッシュする。あれ、もともと B ボタンでダッシュしたっけ。あ、もともと B ボタンがダッシュか。いや、めっちゃ景色いいじゃん。俺飛び込んだらあかんやろでも飛び込むしかないのか。これを飛び込ませやすくするためにずっと飛び込ませてたのかな。めっちゃ景色いい。何あの火山っぽいとことかあるし、右スティック押し込んでもまだあれだね、双眼鏡みたいなやつないな。行こうか。おお、スカイボードソード。
ちよさそう。ネルドラかなんか飛んでるね。いや、いいんですか、その気持ちよさそうに飛んでますけど、あなた衝突しますよ、地面と。スカイダイビングと違うのは、あなたパラシュート持ってないからね。どうすんの、判断はあるのっていう。いやでもすんごい、なんかかっこよ、ここで出るんや、超かっこいいやん。タイトルの出し方超かっこいい。でどうすんの、加速長押し。いや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 。無敵すぎるやろ。見えてたのここが。いやこれさ、浅かったらどうすんの、リンク。ちょっとこれ説教やで、ほんと。ロッテでゲームオーバーしてる可能性十分にあったよ、このジャンプは。始まりの空島って読むのかな。また木の枝からスタートするのね。剣を素早く選ぶ。ポーチ内の剣を装備したり取り出すことができる。はい。木の枝の方が強いんやね。あの折れたマスターソードより。まあ、武器があるってことは敵が出てくるってことでしょ？キノコがあるよ。空だけ。空島の木の根元に生えるポピュラーなキノコ。食べるとハート回復の効果がある。一番ベーシックなやつか。で、木の実もあるね。で、奥に敵が見えます。普通に殴ってみていい。武器が壊れる瞬間の攻撃がクリティカルヒット。2個目。お。ゾナウエネルギー。ゴーレムなどの動力源として用いられる物質。湧き出す光からは強いエネルギーを感じる。兵隊ゴーレムの角。なんかいろいろ手に入りましたけど。木の棒。樹木の枝を持ちやすいように加工した棒で振り回すのに絶妙なバランスに仕上がっている。まあ普通の片手剣って感じじゃない？すごいね。こんなところで生活している跡があるよな。落ちたらもう、瀕死じゃん。枝がめっちゃ落ちてるんだけど、今回はあれだね、あそこ行けここ行けっていうようなチュートリアルはないな。この敵違うね。なんかほうきっぽいマークが光った。でっかい鎧みたいになってる。敵ですか、あなたは。違いますか。喋りかけてきてんの。お待ちしておりました。羊ゴーレムって書いてある。あなた様、ゼルダ様よりお預かり物がございます。話が早いですね。おー、引き継いだ。プラパト、プラの名前がついた。あなた様が行くべき道を示す大切なものと受けたまわっております。あなた言葉が上手ですね。思いっきりスイッチ。プラパッド。ゼルダ姫が愛用していた冒険に役立つ様々な機能を備えたアイテム。はい。ゼルダ様からリンク様へ確かにお渡ししました。伝言とかはないんですか？ゼルダ様はそのパッドの地図に示された場所でお待ちとのことです。お伝えは以上です。ここはどこ？ここは時の庭でございます。あれは時の神殿。有名なワードが来たね。
遥か昔ここは王国の祭事を執り行う場所でした。ご覧の通り今では訪れる者もいない寂しい場所になってしまいましたが、ああ奥にもなんか一体いるわ。ゼルダを探して了解。なるほど。あのタッチパネルでいろいろこう起動させることができるよね。デレレ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 ンはないんだ。高いよ。これ落ちてみてもいいのかしら。こっちは寒そうね。おお、交換音かっこいい。あ、広い広い、むちゃくちゃ広い。だこれを見るとここに行けってことでしょ。方向がだいぶ違うよね。こっちでいいのか。方角的には向こうか。君は何してるんだい。いや一応リンゴも取っとこう。何これ。あーちょっと壺倒れてんじゃん。ちょっとちょっと、こういうのさ綺麗にしとこうよ。まあ確かに人間はいないから評価するものがいないのかもしらんが、おいあなた様はここには初めて来られるお方ですね。この先へ向かうのなら兵隊ゴーレムにくれぐれもご注意。一体倒したやつかな。この地の守護を厳命された存在。彼らは我らの主ドナーの方々より侵入者の排除を命じられているのです。あなた様を脅威とみなされてしまうでしょう。手心を加えて戦うことをお勧めします。これは余計なお世話かと思いますが、武器は適当に振り回さず、相手に注目してしっかり間を取るのが肝要です。試しに私で注目の練習をなさっても結構です。でも攻撃はしないでくださいね。それは振り。身を守ります。よし。方角はこっちか。いやー。こっから飛び込むのね。はい。大丈夫？これ R ボタン押さなかったらパッシャーになって、死んでまうんかな。カエルさ、いつも逃げるんだけど、向こうから来てくれるね。おかげで取りやすいわ。もしかしたらこう、人に対する警戒心がないのかな？あ、鼻取れるかと思ったけど、取れなかった。まっすぐ行こうか。なんか不思議な雰囲気が。お、敵がいる。壊れかけの、投げれば、あれなんですかね。どうやら、あれみたいですね。ここら中に木の枝があるな。お、ノックバックしてくれないのか。このエネルギー何に使うんだろう。飛び込むボタンかな？あ、降りるね。本当にゼルダいるのかな？俺いないと思うんだよね。多分、伝言があるとか。いや、素晴らしいですよ、これ。朽ちてるけどさ、もともとは相当綺麗な建物だっただろうね。これ。登っていけるか。紅葉。ここは秋設定かな。さあ来い、ノーダメージで頑張ろう。あ、横切り。ほっ、ああ。
死ぬかもしれん。おうおうおうおお。なになになに。遅いけど、あー盾がないからジャスができんね。よよよ。盾ゲッチュ。錆びた剣。ゴムあるじゃん。強いね。古びた木の盾。ZL で構える。ん？もともと ZL だっけ？もともと ZL だっけって。そうだよね。あんなにがっつりブレワイやってたのに、もうなんかちょっと操作忘れてんのか。あ、ダメ。ダメです。ん？この扉は力を持つものでないと開かない。不十分ってこと？驚かせてしまったようだ。先ほど話をしたもの、その右腕の元の持ち主、ラウルです。先ほど名前を聞きましたよ。わけあって私にはもはや実体はなく、このような姿で失礼する。ブレワイで慣れております。さてこの扉は私の右手で開くはずなのだが、どうやら力が失われているようだ。よくある話です。聖なる光の満ちた空間ならその手に力を取り戻すことができるはずだが、そうだ、この島にある祠を回ってみてはどうだろう。あれが祠？きっと力を取り戻せるはずだ。だいぶ形が違うね。ラウル君、話したいことは山のようにあるが。閉ざされた扉チャレンジ。暴言手帳を開く。かっこいいね。キラリン。ゼルダがね、なかなか会えない。これはなんかスカイウォードソードっぽいよね。すぐに会わせてくれない。なかなか会えなかったんだよ、あっちもさ。こう、あれやれこれやれ。三つのものを探せ。三つのものをなんかせよ。ずっと三つ三つ三つってやってた。あお。ここらマーキングしたいんだけどね。お、チュートリアルなかったけど、やれる。あれさ、前ってさ、これ双眼鏡覗きながら移動ってできなかったよね。できたっけ？何気にこれ、いいアップデートじゃないですか？いやーいいね。結構さ、ゼルダってこう散歩するゲームなところもあるからさ、こう歩いてるだけでも楽しいんだよな。何これ、フックみたいのが3つぐらいある。なんか壊れてんだね。あー、引っ掛けてこれ向こうに行くんだ、きっと。将来的には多分あの祠でゲッチュできるんだな、その能力は。なんか自分で発見した気になってるけど、これ作ってる人がそういう風にひらめくように配置してあるんだよな、きっと。いやらしい考え方をすると。いっちゃうか。うこうほの祠。まあ本当にただの岩って感じがするけど。昔のシステムだとなんか中に入ってなんかして、
なんかもらえるっていうシステムだったけど、あ、一緒だね、どうやら。おお、ロード画面かっこよ。マップだ。ティップス。あ、すごいね。なんか瞬間移動的な4次元ポケット的な中身になってんな。ああ。はい。ここは浜の祠。その昔私が光の力を込めて蛇を封じた場所。ここには光の力が溢れている。その右腕に失われた力を呼び起こせそうだ、うん、は右の手を出して。ここに来るだけでよかったんだ。ウルトラハンド、離れた場所にあるものを掴んで動かすことができる。掴んだものは回転させたり他のものに接着することができる。おお、うん。その力の名はウルトラハンド。我が右腕から失われた力の一つ。物を自在に動かし組み合わせる力。その力を使えば望む形が想像できる。うん、力を使い祠の採用に行くことができればウルトラハンドは起源のものとなるだろう。チュートリアルだね。お、L で発動。かっこいいね、なんか音が。サウンドエフェクトかっこいい。まあ、これはあれと一緒じゃない？なんだっけ？名前忘れちゃった。黄色のさ、ビタロックだ。ビタロックじゃないな。マグネキャッチに似てる感じも。二つ。回転は R。 あ、はいはいはい、いろんな方向にこう回転ができると。とりあえず置いてみますか。足らんよね。あー、なんかさ、合わせるとか言ってたじゃん。二つは合わせれるのこれ。スピル、すげえ、接着、すごい。おお、タラララララランってやってほしい。ありがとう。それだけで喜んじゃうんです。とても単純なんです、私。で、次は何？はい。これを組み合わせようと。あ、これで引っ掛けるんだけど、回転させーの、これさ、まっすぐビシッとやるにはどうしたい？まっすぐにしたいんだけど、本当は。これで引っ掛けるじゃん。引っ掛かんないのね。で、これ一個取れてるっていうことは、とりあえずまずこれくっつけろってこと？見本通りにやってみろよと。くっつけてみようか。くっつけてみて。これね、こう水平にしたいんだよな。どうやったらこう水平にできるの？これ。垂直はできるのか。お。はい。で、この丸っこいのをつけてみる？
俺もくっついてて取れない。積んだぞ積んだ。でも上が多分見本なんだろう、あれ。これ接着したやつ取れたりすんの？接着解除は R をベロベロンとすればいいのね。これで接着してみて。でもこれさ、引っかかんなかったじゃん、さっき。引っかかるんかな、これで。ですよね。引け方が悪いんかな。こう、ちょっと角度つけてあげるわ。いけたりする？いける。あ、行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。待って。一個でよかったんや。はい、音ちょうだい。あざっす。これクリア？なんかさ、宝箱一個あったりするじゃん。各祠に。ブレワイだと。何何何？ウスみたいなので。宝箱あるでしょ、どうせ。どっかに。あ、でもあそこに流れてるってことは、あの上にあったりするのかな？すげえ気になるけども、ちょっと行こうか。いろいろ実力不足、知識不足やな。お、二人になんか祝福されてる。よくぞこの採用までたどり着いた。ここにおさめし、邪を払う光を持って今はそなたを照らさん。サウンドエフェクトがめちゃくちゃ気持ちいい。これも4つ集めてどうのこうのってやつかな。祝福の光。この蛇を封じ、浄化していた尊い光の結晶、とても清らかな光を発している。祝福の光はそなたの力となるであろう。あら、閉じちゃった。役目終わったと。いやー、多分だけどさー、と思ったら、始まっちゃったな。お見事。この調子だと二つほど、祠を回れば時の神殿の扉を開くことができそうだ。遠くを見渡し見つけた祠に目印をつければ迷わずたどり着けるだろう。ブラーパッドの望遠鏡を使うといい。うん。若干奥に見えるもんね。一個。二個目はちょっと動かないと見えなかったりするのかな。飛んでるよ、飛んでるし、あそこにはなんか竜の巣があるし。はい。おさらいだよ、おさらい。つけるんだけど、これ多分一枚だと弱いってことなんだろうね。つける。もう一枚つけちゃう？上手。はい、上手。待って！とても上手です。なんか埋まってない。あ、ホタル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 、待って。いや、ホテルはね、こうやってゆっくりいかんといかんのよね。あ、これ手本ってこと？これで、海原を、なんか、かけることができると。まあ、多分だけど、この丸太をこう、置いて、この先に行けよっていう。ことだと思うのよね。多分。違う？長さが足らんかな。2個接着せよと。
はい。はい、よくできました。あれコログじゃない？ 100% この世界にもコログいるんかな。きっといるでしょう。多分予想いも違うんじゃない？あ、まんまじゃん、まんま。あれ？ボックリンかと思ってびっくりしちゃったよ。君、僕が見えるの？僕はコログ、森の妖精さ。あ、そうだ、ボックリンになったらこれ貸しておいて。君は今回も900匹いるのかい？結構頑張ったよ、全部探すのさ。同じルールだったら割と勘は鋭くなってるから探せると思うけど、これ新作だからきっと違うルールもあるんだろうね。おそらくだけどコログ、この辺の周辺に3匹ぐらいはいると思うよ。またモノレールがあるね。あ、あった。ありました。やっぱりありました。いや、いいね。いや、すごいよ。ゲームの中だけど、なんかこう、気持ちよさそうだもん。この水の感じとか。誰かいる。どうなされました？この声は、コログじゃん。困ったなぁ。あれ？僕が見えるの？僕はコログ、森の妖精さ。友達と一緒に世界を旅しているんだ。だけど、友達とはぐれちゃって、あれに乗りたい。乗り所を上げて待ってくれているみたいだから、急いで追いつきたいけど。もう疲れちゃって全然動けなくて、誰か連れてってくれないかなってこと？あ、なるほど。このバックパックは掴めるわけね。ほらほら、来いよ。ほらほら。乗れるかな？あ、乗ったまんま動かせばいいのか。あー、乗ったまんまだと持ち上げられない。これさ、引っ掛けてからさ乗るのが怖いんだよね。乗り遅れそうじゃない？乗せます、乗ります。おー、焚き火してる。あれ、のろしか。うわー、怖いね。これ落ちたら終わるわ。落ちたら簡単に終わるわ。で、接着剥がしてやるか。おれおれおれ。連れてってやるか。追いついた、追いついたじゃねえ。追いついてもらったじゃないの。あ、やっと来た。君が友達を連れてきてくれたの、ありがとう。こんなものしかあげられないけど、よかったらどうぞ。君はね、あげなくていい人なんだよ。あげるべきはこっちなんだから。あ、コログの見かけるに、そうか。一人一個ずつってことね。こういうパターンもあんのか。まあ、こんな感じでくっつけといて。で、向こうに向けて風が吹いてるわけだし。こんな感じで、いかがでしょうか。うちはないのかな？到着。到着。さあ、次は何がもらえるのかな。おお、爆破系。ああ、来たようだね。剣のマーク？スクラビルド。装備している武器や盾に物を一つ組み合わせて新しい武器を作ることができる。組み合わせたものは取り扱いするが、外したものは失われてしまう。ほう。うん。
武器に新たな力を一つだけ加えることができる。まずはこの先にある剣を抜き、それに力を与えてみるといい。その力を使い、祠の採用に行くことができればスクラビルドは記念のものとなるだろう。何これ、楽しそうじゃん。お、とりあえずこれは持ってればいいのかな。いっぱいだと、両手剣、あ、石をつけれるの。出せばいいのかな。これにくっつけるってこと。違うな。装備してるやつとくっつけるっぽいな。こうくっつけ、装備しといて、で、これ?こういうこと?あ、待ってよ。ZL だったら縦にもくっつけれるのね。じゃあ Y で両手剣に。え、何?攻撃力プラス2になったってこと?いや、すごいな、リンク。これ振ればいいの?面白い。むちゃくちゃ面白いじゃん。ああ、これ壊してゲットできるのね、これ。いや、やっぱそうじゃん。これ1個目んとこもさ、なんか宝箱あったんだよ、きっと。木の矢。1個目の方から戻ろうかな。何これ?これ壊したらなんかあんのかな?実がいっぱいありますね。火炎の実。とりあえずこれ今から雪山行くし、全部欲しいな。矢が置いてあるよ。これはもう優しいね。これ使えよってことか。OK。じゃあ、こうか。こうで、矢につける素材を選ぶ。そんなことできるんや。買い物。すげえ。すげえよ、これは。おお。やば。そんなことできんの?へえ、楽しい。何が入ってんだろう。小さな鍵。これさあ、きっと応用編めちゃくちゃ難しくなるな。これはワクワクするね。最終問題があるのか?あ、バトルね。あっちも攻撃力上げてるよと。いや、これ燃やせってこと?普通に殴ってみようか。あ、やべやべやべ。ハートが少ないから。燃やせってこと?一回燃やしてみようか、一応。なんか燃やせって感じだし。どうなんの?あ、相手が、おーおーおーおお。一瞬で倒しちゃった。火に弱いんだ、あの子。機械なのに。ゴーレムの意味、ちょっと強いのかな?岩ハンマー。これハンマーっていう名前ついちゃってるんだ。もう気持ちいい、これ。壊すの気持ちいいね。
うさ、宝箱を取ったね。宝箱マークちゃんとついてる。やっぱここ取り逃してんだ。いや、これさ、楽しいけど応用編のことばっか考えちゃうな。よくぞこの採用までたどり着いた。もうスキップしちゃいますね、これ。うん。羊ゴーレム。私、そびれたものがありまいりました。どうやって来たんだ、君は。浮いていけるのか。どうぞお受け取りください。何それ、ムカデみたいな。バッテリー。ゴーレムから受け取った装備品、携帯しやすいようベルトなどに取り付ける工夫がなされている。お渡ししたのはバッテリーでございます。この地で使われるゾナウギアという道具を使うために必要なものでございます。ゾナウギアはここにありませんので、あそこへ行けと。この先の洞窟を抜けた先にいるゴーレムにお尋ねください。洞窟があるのか。使い方も教えてくれるはずです。やっぱこのルートでよかったんだ。お渡ししたバッテリー同士をご活用ください。敵がいる。こっちはでも強化した両手剣持ってるから一発じゃないのか、君たちなんて。お、敵の敵は敵と言うぞ。違うわ。敵の敵は味方と言うからな。これは戦略的にはこう、消耗させておいて、最後にこちらがやるというのが、最もコスパいいんじゃないかい？なあ。なあ。そうだろ？まあエネルギーは、今のうちから取っといた方がいいよね。うちわがあるよ。でもうちわのまんま多分、持ち歩けないんだよね、きっと。あ、持ち歩ける。いやー、こういうことだよな。俺、応用に弱いからな。ちゃんとひらめくかな。なんか必要な時に。兵隊 H、樹木の、あー、ここから捨てれるのめちゃくちゃいいね。かゆいところに手が届くな。まあ、多分、作っといた方がいいのは、これだな。いや、なんかバッテリーのマークあるや、右側に。三つぐらいでいいかな、とりあえず。メラメラ見込み果実。高温時、炎攻撃3分。熱い場所で攻撃が強くなるメラメラ効果。そのまま食べても美味しいフルーツの山盛り入れて煮込んだ甘酸っぱい料理。ちょっと待って。どういうこと？これ体が温まるわけじゃなさそうやん。なんか新しいぞ。頑張りだけとくっつけたらどうなるわけ？あ、普通に攻撃力プラス1になった。そんだけか。なんか強くなるか、こんなさ、ふにゃふにゃの植物つけてさ。何の音これ？まあなんかさ、ちょっとさ、形がさ、形がちょっとさ、発見。あ、発見って出るようになったんだ。俺もじゃあ、全地名。なんか、やんないと、マップ 100% になんないんだね。いや、いいね。やっぱ、ゼルダ楽しめるわ。すごいゆっくりやろう。別にタイムアタックしてるわけじゃないし。なんか、また、植物がある。明かり花の種。洞窟や井戸に生える明かり花と呼ばれる花の種。衝撃を与えると即座に花開き、その場に根を張る。光はわずかに周囲を照らす。これを叩くわけ？おーおーおー、もう取れなくなっちゃった。なんかいるし。カエルみたいなやついる。おーおー、なんか吐き出してきた。あんま好戦的じゃないね。逃げてったな。バブルホースじゃん。
泡を出して逃げていく。これってさ、外せるのかな。あ、付け替えれるんだね。クラビルド済みだ。済みだとダメなのか。もういい。オッケー。壊せる。誘致石。で、縦にもつけれるじゃんね。あ、単純に防御力が増すのかな、これ。お、これでも壊せるようになった。いいのかな、これ。別になんか、好戦的でもないけど。倒しちゃっていいのかな。ああ、天に召された。何これ、迷いの落とし物。洞窟に生息する迷いが落とした不思議な結晶。神秘的な淡い輝きを放っており、見つめているともっと集めたくなりそうだ。これ貴重なものなんだ。古びた塔が。お、いいね。トレーラーで見た服装だな、これ、多分。水の上に置いてみて、叩けばいいんだっけ。動き始めた。あー、ちょっと待って。方向変えれんの。分かった、これさ、稼働させて持ったまんま、あ、持てばいいのか、こうやって。お、これでどう。動かんやん。あー、エネルギーがエネルギーがなくなった。はい、転がんけ。燃やすためには火打ち石もいいよね。で、おりゃ、ヤッホー。水で、あー、ちょっと微妙に違う。なんだろうね、こっち側につけた方がいいとかあるんかな。2個あるから2個つけた方がいいんかね。いや、なんで旋回するのね。OK、 いいよ。ようやく進み始めた。全然、途中で帰れんよね。ここ、ちょっと待って、ちょっと一回止めればいいのか。止めて、これさ、ケースに持ってた方がいいのかな。もうそれさっきやったよね。置いて、作動させて、持って、こう。これダメなんだよね。これ言うこと聞いてくれないんだよね。バカチンガー。まあじゃあ、ここまで来りゃとりあえずいいから、行くか。バッテリー確かにすぐ回復するね。それはいいな。うむうむ、絶景絶景。あのさ、水はさ、どっから出てくるわけ。流れ落ちていってるけど、どっから吸い上げられてんだ。トロッコに扇風機つけていけるんだ。おい、あー、危ない。発見、採掘の洞窟。
あ、これさ、うん、これを叩くと明るくなるもんね。ゾナニウム、何に使うんだろうな、ゾナニウム。またなんか部屋に来たね。なんか作業してる。セイレンゴーレム、ゾナニウムの精錬作業に集中しておりました。先ほど申し上げたゾナニウムとはこちら、遥か地の底にて採掘される特殊な鉱石です。精錬とはゾナニウムを炉で溶かし、用途に応じた素材に加工することです。これがそうなの。ちょうど今精錬した素材が出来上がります。少々お待ちを。お待たせしました。精錬でできた素材の説明をしますと、ゾナウ製品の動力、ゾナウエネルギー、このエネルギーを固めて閉じたゾナウエネルギーの結晶。このようにゾナニウムを別の性質を持つ素材へ変換するのが精錬なので。これ何？あ、勝手に持っていかないでください。怒られちゃった。もしあなた様もゾナウカプセルをお忘れですか？いろいろ新製品出てくるね。というよりそもそも知らないご様子。ゾナウカプセルとは、カプセルに入った持ち運びに便利な携帯型のゾナウギアです。お持ちでないようですので、予備をいくつか融通いたしましょう。扇風機。扇風機3つってこと？おう。すんげえ変な形でついちゃったけど。おお、すごいすごいすごい。めっちゃ怖いね、このアトラクション。でもパワー強いな。坂道でも登っていけるんだ、この風力。でさ、このエネルギーなくなったら、どうやって補充していいんだ？補充の仕方がわかんないね。これか。これ使ってみようか、一個。バッテリー満タンになったわけね。なるほどなるほど。ラウルが回ってる。ん？こけた。あー、岩がついてるから縦サーフィンできないってこと？あ、滑るときに邪魔になるものをつけた盾で縦サーフィンすると転倒してしまう。体験したよ、ちょうど。ゾナウギア製造機の稼働確認。ガチャポンみたいになってんな。普通にこれを入れればいいんでしょうか。一個で出てきた。あー、扇風機。これ何が入ってるかは、わかんないのかな。全部扇風機ってこともないよね。もう一個。下流の頭。前方に炎を放射する、放出するゾナウギア。携帯鍋。あはは。いや、これね、欲しかったやつやん。なんかさ、鍋ない時あるじゃん。これたくさん入れたら、複数入れてみようか。3個。それは3個出てくるってこと？いっぱい出てきた。あ、たくさん入れた方がいいじゃん、じゃあ。扇風機、携帯鍋、鍋、カリの頭、鍋、ピクニックコログ、何してんの？はあ、困ったなあ。めっちゃ寝っ転がっとるやん。また連れて行けってこと？わかったよ、もう。もう疲れちゃって、全然動けなくて。鍋がある。なんて読むの？献血の洞窟でいいのかな？
ポカポカの実。あ、これじゃない。体温めるの。これか。うん。3つありゃいいかな。これだ、寒さガード。こっちだね。で、たまにこの浮いてる、なんだろう、床みたいなやつあるよね。このうち動いたりすんのかな、これ。で、お前もくっつけて。うわ、びっくりした。僕が見えるんだったらもっと優しく接してくれないかな。うるさいわ。こう見えて友達とはぐれて困ってるんだ。いや、もう慣れてるよ。くっついとけ。はい、到着。はいよ。ありがとう。石ないかな、どっかに。トロッコいや、まさかトロッコつけれるとは思わんかった。トロッコまた使えと。ご丁寧に。扇風機もまだあるしな。で、フックもあるじゃんね。フックもくっつけといた方がいいかな。おい。はい。おお。ちょっと。ちょっと。くそ、初見殺しきた。あ、ちゃんとあれだね。壊れてるね。なんかヒントになりそうなものが置いてあるわけでもないし。とりあえず動作チェックして。やっぱダメなんだよね。鉄の棒をなんかくっつけたりできんのかな。まあ一応これ持ってきたわけだけどさ、これが役に立ったりしないのかね。役に立たんわね。例えばこいつを3台ぐらいつなげるとか。まあ一応くっつけていくか。落ちなかった。そりゃそうだよな、2台になったからっつって折れるわけじゃないもんね。おーおーおー、引っ掛けれそう。応用編いけそうじゃない。いける気がするんだよな。どう。あー、パワーが足らん。いけそうじゃない。ダメ。いけよ行かないか。あ、壊れた。まあ板がダメだったら、まあ直でこれつけちゃうとか。トロッコ運びます。どう。いや、重そうだけどな。そう。あ、
警戒警戒警戒に動いてます。おお、いけた。気持ちいい気持ちいい。いけた。いやさ、板よりもこっちの方が重いと思うけどね。でも運んでこれだ。ちょっと待って、ちょっと待って。みんな多分まだ仕事があると思う。置いとこう。めっちゃ気持ちいい。いや、いいよね。こういうなんかこう、ちょっとしたアイデアやってみて、うまくいくっていうのは。これはご褒美、なんかいいもの欲しいね。鍋だった。なんかうまいものでも食えってこと？うん。なんかいけそうだね。OK。寒くなりそうなんで、食べていきますか。7分間。温まりましょう。効率中。凍るわね。なんだろうね、これ。なんかの部品みたい。てか、すっごい細かく作り込まれてるね、これ。すごい映像が綺麗。あそこに洞窟があって、そして敵もいらっしゃると。お、仲間割れじゃん。いいぞ、いいぞ。お、燃やしてる。あ、あれか。あれがなんだっけ、拾ったやつ。火の頭。結構、入るじゃないか。やばい。やばしんだ。難しいな。お、やっちまった。下流の頭コンボ。お、すげえ燃やせる。バッテリー使うね。どうやって、溜め打ちしか炎出ないのかな。あ、普通にやってもいける。なるほど、燃やしたい放題じゃん。発見、底抜け洞窟。爆弾だよ、懐かしい。あれ、ブレワイにあったっけ。火薬によく似た成分含んだな。おびきを与えたり、火をつけたりすると、周囲を巻き込んで爆発する。これ、なかったよね。ブレワイには。すぐだって爆弾手に入れてたから、これがある必要なかったもんな。なんか聞こえる。何？あ、これさ、すごいよね。地面がないっていうさ。琥珀。なんかいる。あれさ、爆弾食べてもらうやつじゃない？食べそうじゃない？なんか爆弾を手に持ってみて、投げたり？ねえ、やっぱり。爆弾をね、手に持ってたんですけど、それはいただかなかったんでしょうか？はい。素材を素早く取り出す長押しと選択。あ、投げれるじゃん。あ、食べた、食べた。あ、死なない。あ、弱点がここね。結構しぶといな。はい。違う違う違う。あー、出てる。なんかちょっと出てる。こうか。お、気持ち悪い、気持ち悪い。いや、強すぎ。
ほら、食べろ。自分がやられちゃった。いけそうだね、もうちょっとで。あ、倒した。ライクライクの遺跡。気持ち悪。あと今のこれここで良かったんかな。なんかちょっとね納得いかんのよね。気持ち良さ的には。テッカテカのなんか岩。これ氷？多分行けないのか。ベル。多分今行けないんだろうね。もうあっち行っちゃおう。4本ぐらいいるかな。ほらほら来たぞ。来ましたぜ。なんか、いやそういうことだろ多分。炎に弱いんだな。オパールか、なんかもうちょい欲しかったな。グタンバチ。今回は何ですか。万歳してる。トーレルーフ。真上へ飛び上がり、天井を通り抜けて地表に移動することができる。うん、この力の名はトーレルーフ。トーレルーフルーフトーレってこと。天井トーレ。我が右腕から失われた力の一つ。頭上の地を抜け登り上がる力だ。望む場所でその力を使うといい、うん、この力を使いオカリの採用に行くことができればトーレルーフは起伝のものとなるだろう。使ってみないとわかんないな。お、やっぱ、まあ、まあこの上に行けると飛び上がる。出る。出ます。出ます。おー、いやこれさどうやって応用すんの。ここじゃ足らないんだよねきっと。ここ通るってことでしょ。いやすげえな。あーやばいやばい。意味だよ意味。君燃えるのが嫌いなんだろ。これ気になるな。岩がないんだよね。これで燃やすしかないか。準備しといてよかった。あ、わかった。こっから上行くんだ。これ中こうなってんの。いやすごいね。下に行くことはできないのかな。あーいいねこれ。その場で捨てれる。ありがたい機能。下に行けない。落ちたらさダメージない。この高さなら大丈夫か。これはとりあえずロープ切ったら向こうに倒れるよね。で倒れたあの床を通れループするってこと。なんか切れそうなやつ。兵隊位置バツンと切って、あれバターンとするでしょ。でこれ通れループすればいいってこと。なるほどね。で、あの上も行けちゃうと。あ、あれかな。
高さ制限があるのかな、どんだけ上でもいけるわけじゃないみたいな。これちょっとかましていかなきゃいけないんだ、こんな感じで。なるほどね、泳いでるし。硬い物質の中を泳いでいくってどういうこと、リンクさん。あ、宝箱まだある。宝箱を取り逃しがあるぜ。一回出るか。お使い終わりました。ああ、どうやらその手に必要とされている力を取り戻せたようだね。うん、今なら拒絶された時の時の神殿の扉も開くだろう。あそこワープで行けるっけ。ちょっと一回戻って宝箱をチェックします。油断して、やっぱね、油断していかなかったのがまずかったな。お手斧のありがたい。この上絶対なんかいるよな。焚き火の跡、宝箱。ああ防寒着来ました、ありがてえ。寒さガード OK？ あ、OK だね多分。で覚えたてのトンネルーフ。やっぱりな。やあ、またなんか変な乗り物がある。ここだった。翼、風を受けて翼力かなを発生させるゾナーギア。遠くまで飛ぶには翼の中心に乗ってうまく左右のバランスを取る必要がある。もしや扇風機ですか。滑走路っぽいよね。あ、つららが邪魔してんのかなこれ。お、あ違う、 いけいけいけ。飛んでる、飛んでるけど、これさ、あ、体重でね、体重でこう曲げるわけだ。ちょ、あ、すげえこれ。あ、でバッテリーがなくなります、バッテリーがなくなります。でちょうどたどり着けそうです。ちょうどすごく上手にいけました。翼んで何、下にあるわ。そういうことか。すごいね、これ。扇風機めちゃくちゃすげえな。この辺考えていくの、いや、こっからいろんな発想出てくるんだろうな。開けゴマ。さっきダメって言われたけど。認められましたでしょうか？認められましたね。めちゃくちゃでっけえ扉。とりあえず上に行きたくなるな。行けそうやし。先に行く？多分ね、上行ってもね、落ちて死ぬ気がするんで、セーブしといて。で、上行きまーす。多分コログがいるんじゃねえかなと。はい、はい、すんごいとこ来ちゃった。すごい闘技場みたいになってる。うわー、絶対ここでなんかボス戦とかありそう。
竜飛んでるし。絶対ボス戦でしょ、ここ。じゃあ、お散歩終わりで。マガ玉、そういえば、ゼルダが最後になんか触ったやつ、ちっちゃいマガ玉だったね。黄色に光ってます。メッセージがあるって言ってたっけ？ゼルダさん、衣装が変わっております。縦に岩がついてるのはかっこ悪くて申し訳ないね。マガナモがついてる。何？メッセージって言うから喋るかと思ったけど、何、新たな力ですか？わあ、わあわあわあ、実質何もなし。なんですか。戻れ子、指定したものの移動を逆再生して元の位置にまで戻すことができる。逆再生を途中で終了させることもできる。おお。ものの移動を逆再生する力、戻れ子。そしてゼルダ殿は消えてしまった、何が起こったのか私にもわからないが、今のは彼女の強い残留思念のようなものか、ギレンが受け取ったその力はきっと何か意味があるに違いない。戻す。どういうことですか。これ、あ、そうか、正常、あ、なんか時間が制限あるんだ。とりあえず上に行けるんだ。これすぐ使えるの。かっこいいね、なんか。サウンドエフェクトとかさ、もろもろかっこいいよ。エフェクトが。あ、まずい。あ、そうか。これで戻って、で、行けるようになると。これも一緒か。お？あ、で、これで、あ、こういうことね。これで、こういうことね。3つじゃ無理なんじゃないですか。ブレワイは4つからだったもんね。女神像はうっすらと笑みをたたいている。3つでは足りませんよって。あー、すごい、なんか剣みたいじゃない、模様が。開かないんじゃない、長押し。うわぁ。この扉は生命力が試される扉。
衰弱した今のキレンの体では少々心もとないようだ。そうだ、この島にはもう一つ祠がある。そこで祝福を得れば、あるいは四つ目ってことか。祠の採用で授かる祝福の光、これを集め女神に捧げることでなんとかなるかもしれない。うん。フロアパッドをこちらへ。ワープ機能が備わっている。マップに示された青いひし形の印があるだろう。この印にいつでもワープできるようになっているはずだ。ワープ機能を使い、残る祠に行ってみるといい。とりあえず宝箱を探しに行って、意外に普通に下にあんのかな。いやいやいや、多分ね、あの上を飛んでる、なんかあれあれ、あのあそこにあると思うんだよね。ね、これ捕まえれるんじゃないかな。いけないですか、高さ的に無理か。どうしたらいいんだ。シンプルにあの板を燃やすとか。宝箱が落ちてくる。あー、いいこと思いついた。これで邪魔しやいいんじゃない。土管か。あとは東大元暮らしというし、実はもっと簡単なところに。ですよね、ありましたね。あ、こういうことですか。はい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 。物事はね、難しく考えちゃダメなんだよね。まあ、これがあのゼルダのなんだろう、楽しみ方よね。なんかうまくいかんと思ったらもう一回全部洗い直す。あー、なるほど。この歯車あったのすっごいもう完璧に忘れてた。登れんな。スタート地点に行き、あー、全部駆使するわけね。通れルーフでこの上に行き、でドレコを使うと、乗る。上にどこまで行くの、どこまで行くの。え、どこがゴール、あれか。よし、これどこ。ありました、隠してあった。起きてちょうだい。こちらはバッテリー製造機です。追加バッテリーの製造をご希望でしたら、お持ちのゼノエネルギーの結晶を頂戴します。製造してほしい。製造にはゼノエネルギーの結晶が少なくとも100個分ありませんね。十分な量をお持ちになり、またお越しください。なんでないの、分かってんだ。なるほどね。じゃあ頑張りゲージの他にこのバッテリーも伸ばせるわけね。戻す力、あー、レコードね。
戻れ戻れ子ね。乗る使う。で宝箱もチェックしないとね。滝も戻るんかな。あ、戻るルートがなんか書いてあるんか。じゃあ落ちる前のとこまで戻るんだ。すごいね。面白い。何これ、ハサミみたいになってる。この先がゴール。あ、なんか一瞬今上がった。こういうことか。交わってる時になんかくっつければいいの。いけるね。いけるけど、行ったところで今んとこ何もすることないんだけど。あ、あれでいいのか。で、宝箱はここにあるよと。木の矢、ありがたい。宝箱うまく取れましたんで完了です。お、いやー面白いね。よう考えますな。じゃあ行きますか。あ、勝手に行こうとしてる。あー、行っちゃったい。あ、扇風機いらんの、もしかして。扇風機いらんかったんや。じゃあ乗せればいいわけね。スライドしていくわけだ。んで、行き先としては時の神殿ね。たどり着けるかな。これ結構面白いよね、普通に。キノコの剣がめちゃくちゃかっこ悪いけど、すげえアトラクション。これバッテリーいらないからな。あ、ちょっと気になる。気になります、あの、孤島が。孤島が気になります。旋回してちょっと、いい感じに。あれさ、コログじゃない？水たまりの中にある。もうね、パラセールがないから、調整できないんだよね、高さを。あ？あ？何？耐久力あんの、もしかして。翼が光っております。もうダメってこと？もうダメって感じ？ほら！死ぬ！絶対死ぬ！いや、どっからやろ、どっからだろ。いや、そりゃ死ぬわ。転落し、高いところから落ちるとダメージを受ける。ああいうとこは後々行けばよろしい。そうか、制限時間あるのか。普通にあの竜とか乗れるかもしれんね。いや、でも言ってもさ、すごい高いところにいたんだね。なんでこんなワープしてた。どうやってたどり着いたの、逆に。いつの間にかだよね。あ、これさ、前のめりだったら下行くわけ。これ無事下に行けない可能性高いぞ。
奥にもなんかある。口できそう。ちょっともう制限時間ですか。これ確実に間に合わんけど、どうやって急降下できるの君。あ、わかったわかったわかった。わかりました。水のところに落ちればいいんですね。ああ。違う違う違う違います。これ無理、これは無理。リンクごめんよ、これは無理や。まあまあ言ってる。なんならちょっとあの上のちょっとスケベ心出すとすると言ってないよ、あのごめんこの辺のあの言ってないとこ。ああごめんなさいごめんなさい。 いけもう行くしかない行くしかない。うい到着。なんつー無理な無茶なことするんだリンクさん。普通の人間だったらもうこの衝撃で行ってるからね。逆にマジでなんもないの。この水面のきめ細やかさとかさ、すごいね。いやここ飛び降りちゃいまして。ん？これは雲海だね。なるほど、我々は随分高いところにいるようだ。え？どういうこと？羊ゴーレムから聞いていたようだが、この地は王国の祭事を通り行う時の庭。以前は地上にあった場所なんだが、そうなんや。いやー絶対どっかにいるだろう。オグさんよ。めちゃくちゃゴーストが囁いてるんだよな、ここにいるって。あ、宝箱があった。まあこれでよしとしようか。気につかないな。大きなゾナニウム。では行きまーす。飛び込みまーす。さあただいまと戻ってきましたよ。お、光ってる。OK なんや。試練を乗り越え祝福の光を授かりし者よ。その祝福の光4つと引き換えにそなたに力を与えましょう。ハートの器を増やすしかないね。はい、では望みの力を与えましょう。じゃこの扉4つで開くんだね。ってことは今後も同じような扉が出てくるってことかな。お行きなさい、この世界に案内を。行きます。試しの門。来ました。いいね、なんかちっちゃいハードルを用意してそれをクリアするっていうのは。ここさ実は上空から行けそうだったんだよね。まあ多分パラシュートがないから着地はできないだろうけど。よかった、扉を開くことができたようだね。おかげさまで。正気に蝕まれた貴殿の体はまだまだ万全ではないが、祠で得られた祝福の光の力でわずかだが正気を浄化することができたようだ。過ごせた時間は短かったが、君と話せて嬉しかったよ。もう話せないみたいな言い方じゃないか。ゼルダの言った通りだった。あの子をよろしく頼むよ。
役割を終えたわけ？ラウル、君のことを何も知らないぞ。この岩シールドがいろいろ雰囲気を害してるじゃないか。このカレーの頭立てもちょっと害しちゃうよね。まあでもこれで行くか。これなんか吹いてくれるわけね。めっちゃいいじゃん。戻れ子ですか、これ。崩れる前に戻るとか。出る。この上も気になるっちゃ気になるな。なんもなかった。滝がある。滝が途中で消えていく。何ですかこれは。やっぱりこの盾も雰囲気を壊していく。マスターソードに変わってる。おお、ファイさんどうしましたか。あ、なるほどね。ちょっと治るってこと。攻撃力1から2になるとか。ちょっと待って、何ゼルダプレイするってこと。リレー式ですかこれ。ゼルダをプレイするわけではないのか。ずっと飛んでるのは見えたけど、なんかすごい。あー、なるほど、雲が晴れて行ける場所が広がりましたよってこと。リンク。あ、リンク、私を探して。どちらにいらっしゃるんですか。次ハイラルの大地へ。よし、結構いい感じで進みましたね。今回はここまでにしましょうか。いや、いろいろなんか新しい機能を使ってめちゃめちゃ楽しめたな。まだ2つもなんかあるし。いや、面白いわ。どれぐらいプレイすることになるんだろう。100時間は確実に超えそうだね。